はい、吉田隆の教え方チャンネルです。野口義弘先生というのは国語の授業名人で、今なお現役で活動されています。この野口義弘先生、教育技術の法則化運動に賛同されて、私たちと一緒に活動されていました。法則化運動というのは1987年にスタートして2000年まで続いて、現在は TOS という形で発展しているんですけども、はい、その野口先生が福井でぜひ法則化運動の同窓会を開催したいということで、先日その同窓会を開催しました。今日はですね、その様子と野口先生の講演の一部をご紹介していきたいと思います。はい、それでは第1回法則化同窓会 in 福井の内容なんですけれども、一番最初に講座がありました。法則化運動からの学びという内容です。まあ同窓会に講座をやるというのがいかにも法則化運動らしくていいんですけども、それでですね、最初は法則化福井のメンバー、まあ私も含めた4人がミニ講座を持ちました。続いて向山陽一先生からいただいたメッセージを野口義弘先生に読んでいただきました。そして最後1時間野口義弘先生のお話を聞きました。その後宴会という流れでした。今日はこの中から真柄二郎、これは私たち法則化福井のメンバーの一人で、まあ校長になった後もうすでに退職してるんですけども、彼の講座の一部、そして野口義弘先生の講座の一部をご紹介したいと思います。私の方がまず1回目、私の話はですね、法則化から学んだことっていうのは、とにかく令状を書くときにはスピードが大事だっていう、もうその1点をお話をしたいと思います。これは野口先生からいただいた令状なんですよ。おお、達筆すぎて何が書いてあるかわからないでもさすがにね、何回も私いただきましたので、何書いてあるか読めますよ。羽田空港に朝9時、無事に到着しました。ご敬よって、これ、最初読めなかったんです。ご敬よっていうのは私に対する敬語なんです。何かいただいたものをありがたくいただきました。の写真やアンケートを見ながら、お世話になった3回を思い出し、幸せな気持ちに浸っています。気分あ、失礼しました書かれた本人はよくお分かりで気分に浸っていますというふうに書かれてますね。3回令状って書かなきゃいけないなっていうようなことが証明です。これ有田先生、またまた達筆で何が書いてあるかほとんどわからないんですが、読みますよ。事前の連絡から本日と大変お世話になりました。昨夜も高橋植木さんらが、親しく迎えてくれ、とても楽しかったです。うんぬんって書かれてます。これはね、なかなかすごいですよ。化身がないんです化身ないんです。でもちゃんと私にいただきました。これなぜかっていうと、県の教育研究集会の時に有田先生をお呼びしてね、全体講義していただいて、午前中終わりました。でその場で書かれて、書記さん事務の方に預けて、私全部終わってから書記局に戻った時に、真柄先生これ有田先生からって言って、その日のうちもらったんですだから化身がないんです。それを私は主語的に話しました。いやもう天下の向山先生からね、講演をしなさいということで頼まれたんだけど、今日集まっている皆さんはみんな何たる実践家でやって、また勉強家でやって、私が話すようなことは百も承知だろうと、そう思うと、とても話す中身がない。だけど、まあ、1時間という時間は私に与えられてるから、私はなんかやらなくちゃいけないんで、ただ私は授業だけは毎日やってる。だから皆さんを相手に授業をする、一
見たらみんなびっくりした。それよりみんな公園ですから。そうしてさっきのウトテとこです。そこで苦し紛れにやったのがあのウトテとこなんですね。これが大ヒットしたんです。私の話が終わってから、やれもう終わったなと思っていたのもね、私の周りに先生方がずっと列作ったの。なんだろうと思ったら、私はその時、国語教室っていう実践記録を毎年に 1,2 冊作ったんです。それをあれ第15号だったかな、風呂敷に住んでくれて持ってたんです。でそれをまあ関心のある方はお求めくださいっていうことを言って座った。それが欲しいって言ってずっと座ったんですね。その時私は、あ、俺の話は成功したなと思った。これが模擬授業の発祥です。それで向山先生がその時何て言ったかというと、いや先生安心しましたって言ったらそれまで不安だったんです。そうして末永くよろしくと。まあその前に彼とはね、伊豆屋っていう西千葉で講義が終わってから、いっぱいやる話がある。これが私の直接の出会いなんですけど、だからウトテとこをやった時は2回目の出会いということですね。それで、先生、向山先生はこれぞ名人芸事業というんで、野口先生の名人芸事業というフレーズを作って、私の言うのはみんな名人芸事業って言ってたんです。これは私にとってね、負担にこそなれねえみんな呼ばれることなんで、先生やめてくれと。あれは先生方を生徒に見立てる模擬授業だから、模擬授業ということにしてくれる。ただ問題にしてあんなのだな、模擬授業って名人芸授業でなくちゃダメだっていうんで、2年間はずっと名人芸授業と出してたんですが、私ずっと言い続けたんで3年ぐらい経ってから、分かりました、模擬授業で修行しましょうということで、今模擬授業ってことは日本中で使われるようになりました。で実はこの模擬授業というのはそれまで言った人がいないので、私の造語だというふうに私も思ってたし、それを疑う人はいなかったんですが、野口義弘の国語学力形成史という私の、やってきたことをこの厚い本に私たちの仲間がまとめてくれたときに、それぞれこう課題を出して調べさせたんですね。そうしたら模擬授業って言葉はあるってことが分かったんですね。関西の方で使われていたことがあるというのは文献に残ってる。ただしそこで聞いちゃってたから誰も知らなかったと。だから野口先生の造語というわけにはいかないということなんですが、まあ、模擬授業という言葉を広め、実用的に使われるようになったのは野口に間違いないけど、法則化運動の中から模擬授業という言葉は生まれたんですね。追試という言葉も法則化の中から生まれた。法則化運動の中で教育の世界に、新しい文化、言葉を生み出したのがたくさんあります。だから法則化運動というのは本当にすごい、運動だったし、あの運動がなければあの青春時代の充実感というのはなかったっていう人もいっぱいいると思うんですね。だからそれだけの魅力のあった運動に関わったものが、まあ、十三番さんになっちゃってその頃の仲間にも会えない、まあ、そういう仲間が会う機会を作ることも一つの意味があるんじゃないか、まあ、そんなことで福井の皆さんに話したらやろうやろうというのが今日ということになります。はい、というような同窓会でした。最後にセミナーの告知です。1月の6日と7日、
3学期の教材研究スタート講座を開催します。参加費は1000円です。1月2日が締め切りとなっておりますので、ね、参加したいという先生方申し込みの方よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。